今日のワンポイントアドバイスです。今回は外房のヒラメを狙いました。真冬のヒラメなんですが、割と普段は底ベタで釣れるような魚です。ですが今回は少し棚が浮いていたのか、上の方の棚での当たりが多かったように思います。ヒラメというのは平たい魚で目が上についているので、上の方を常に見ているので、上から落ちてくるような魚、あるいは上を泳いでる魚というのがよく目立ちます。上げて落としてあげるとよりイワシが泳いでくる動きが見えるので、そういったものに反応していたように思います。ちょこっと当たりがあって乗らなかった時、そういった時にはすぐにもう一回落として狙い直すんですが、そのまましばらく待たずに、当たりがない時にはイワシのチェックも含めて、そういった時には上げ下ろし、こういった時に当たりが出ることもあるというイメージで狙ってみてください。